じかのレッツ深呼吸,深呼吸始まりました3月入りましたねはい3月6日の6時を回りました、うんえー、もう本当にすっかりね明るいような明るい感じになってきててまああのー、気温はね暖かくなったり寒くなったり、うん、でも,もうこれ以上寒くなることはないでしょういやいやまだまだ冷えるあからいあるの えー、今週末あたりからまた若干冷え込んでただ、昨のおとといなんかもう暑かったね、うん、半袖の人も多かかったからもう25度、なんかもう体感はもも26度、7度とかね、うんうん、そんな感じでもうぽかぽか陽気だったんだけど、はい、まあこのシーズン、結構体調またね崩しやすそうなんで、あったかかったり、ね、寒くなったりとかっていう感じだけど、うん、まあ気をつけてね。はい ていきましょう。あの今日はあのまあゲストさんねいませんので、うん、いろんなね、えー、フリートーク、積、はい、もり積もってたフリートークを、はい、ね <laughs> 多分ねりくさん結構積もってると思う。いろいろあるよね。ねうん、もうあのーえー、この番組ねツイキャスでご覧になってる方はあれ。 安ったかな、ね、リッキー安ったかなっていうふうに、ね、ちょっとコメントください。思ってる人も中にいるかもしれないですけど、安せた気がする。まあ、もう本当ね、うん、えっと2月の5日から、うんえー、だからちょうど1ヶ月だね。2月5日から、あそっか1ヶ月かあ。あるプロジェクトで、あるプロジェクトでね、頑張りまして、えー、っと7キロかな。 1か、ね、月で7キロ行こうか行ってみようかな本当にこれ1か <laughs> 月で、ね、7キロ落ちましたねやっぱりい,あのいろんな、ね、食事にも気を遣うしうん、うん、いろんな面でなんか本当にあの覚悟を決めたんだよね、うん、この2月5日に。大事ね、覚悟本気でやるぞみたいな感じだったからそれを維持今のところ、ね、維持していっていう感じで。うん どこでまたガタガタって崩れていくのかわかんないけどミキさん崩れ始めたら早いよね。早いよいいやってうかね今回は結構長続きしそうな感じ楽しみながらやってるでしょ気持ちいいんじゃないまた気持ちいいあのね何が違うかっつったらもうとにかく7キロしてたらいろんなことがもう変わってくるんだよ例例ええばばねあの もう本当に痩せる人はあんまり感じないかもしれないけど、うんうん、あのー、まあジ,ジーンズとかね履いて、えー、長距離歩くとまた、うん、ずれがしたりとかね。あ <laughs> そこねまたずれ。うん、<laughs> で、あの靴下履く時に、うん、履きづらかったのがなんかスッと履けるようになったとかね。うんうん、ほーあ今そのあれがあるの？変わりがあるの？そうそうそう。もう<ー>その変化がもういろいろ出てきてて、本当にいろんなところで。 あの例えばあの口の中でもね口の内側をたまに噛んだりしてたわかるわかる太った時それでわかるあっ最近太ったなっつっては <laughs> むんだよね <laughs> <laughs> それもあのなんか口の周りがす中がすっきりしたっていうかさ <laughs> であの靴のサイズっていうかさ足のサイズも若干違うんだよ7キロも落ちると、うん、あれちょっと 靴がピチピチってしてたのがなんか緩くなったなとかさかるるあよねいろんな場面でねまた人によっては痩せる部分が順番がねいろいろ違うじゃんお腹から痩せていく人とか女性だったらおっぱいから痩せていく人とかいろいろいるんだけど俺の場合は顔から痩せていくわけ。だからすごく 顔がすっきりしたなって言われるんだけどさ今回体じゃないまあ体も全体的になんだけど7キロだから7キロったら結構あるよまあそうだよねうちの猫は5キロちょっとだったけど結構重かったからね5キロでもうん分かる3キロの肉見たことあるからだってねそうじゃんステーキ食べる時も4 0 0ムのステーキってもうでかいでしょうううんんん 1キロったらすごいじゃんこれ7キロだよそんだけそぎ落とされたってことだからねあこんなって考えたらすごいねだから全体的なシルエットがあのやっぱり細くなってるわけよ何ミリとかうん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 だからもうぴっちりしてたあの肌着とかもねなんかゆるゆるっとなってるしさはああれあれみたいなうんめっちゃ笑顔で喋ってるねめっさん 本人は毎日こう鏡見てるから少しずつだからそんなにあの感じがあんまり分からないんだけどうん、うん、1か月ぶりに会う人とか数週間ぶりに会う人は必ず言うので、うん、今日っってて思もね、うん。でまたもっとね違うのがあの、まあ、顔から痩せるっていうこともあると思うんだけどうん、うん、この目の周りの。 脂肪が抜けたからか知らんけどなんか視野が広くなったるんってことですかもともと目はちっちゃいんだけど見えやすくなったのこの辺の脂肪がなくなったってことじゃん二日酔いした時とか腫れぼったい時あるじゃん顔が泣いた後とか腫れぼったいとかわかるでしょななんとくわかった視野が狭いような感じするけどそれがだから。 バーッとこう開けたような感じもするし。へえ、今回やばいね。いろんな変化が起こってるね。いろんな変化が起きててね。うん、またこれからうーね、あの痩せたらあのこのズボンを履こうとかって置いてたのとかさ、うんうん、あるからそれがこうあの何着かね。うんうん、あこれ目標なだこれ、うん。履けるようになったなとかっていうのも出てきてるから。うんうん、やばいね。楽しみであるね。うーん まあ続くことをね祈ってって、ええ続けましょうよこれあのね何とか頑張ってね続けたいなと思うんだけど、まああのねえっと今日のまたあのツイキャスの方とかねリスナーさんもなんかそういうダイエットネタとかあればね、ねこれいいよとか、そうそうまあ。 うん、そうだねこれで成功したとかこれで失敗したでもいいんだけど、うん、<laughs> 失敗したらあまり聞きたくないなそういうものね含、うん、めてまあいろんな、あのーえー、自治ネタから雑談も含めて、はい、今日はねお話していきたいなと思います「フェムギロワンレッツ深呼吸」この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォータープライダルリングのムクベル トータルビューティーサロン M グレイスベイサイドキッチンオレンジブーム癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴール堂の提供でお送りいたします。

ありがとうございます。じゃあ、れこれまったよりキさん時間あれ。あ、俺の使ったちゃんと。あれ一回使いますたラーニアで。はい。します。はいチーズ。はいおきです。はいどうぞ。えもうあっち目だからラクシャンドン下た。こっちは映ってないかなと思ってちょっと確認します。久しぶりって覚えてなかったやないか。違う覚えてたよる。違うね。 そうですか。これみたいどこの？え？自分技能アドシャンのやつあこれともう一個技能のやつ買ったの。これもあるんだ。そう,そうそう。まあこの辺もね含めて。うん、まあこれは地元ネタなんだけどさ、うん、はいまあ、うん。これでねいいよね全部できるもんね。うん。三百円とかね安くなったりするからね。すごい。 でかいね、大河。大河さんは、どこなのかな、どちらでしたっけ。ご出身。沖縄。え、沖縄じゃなかった。どこだったかな、沖縄ではなかった。関西だったり。どうだったかな、沖縄ではなかったと思うんだよな。<あ>山,形山形。おお、寒いね。 まだまだ雪深いんじゃないの？ね、今何度ぐらいかな？いやいや今日のね北海道がマイナス4度とかあれだったかな？<ー>そのぐらいじゃないかな？まだ零度ぐらいじゃないん？はあ今ここ24度だよ。<laughs> ねえ<ー>、うん、いやあのー、ここはそうかもしれない外は20度ぐらい。うんうん、ちょっとちょっとひんやりしてる、ね19。19度か20度ぐらいかな外。4度のマイナス1。 <laughs> 別世界だよねいや、だからその辺の話もね、うん、あの北海道行ってきた話をねああそうですよね先週か、っ,てったのはそうそう、前半でねお話ししようかなと思うんだけど<う>まああの先週の放送ではね、うん、ええーね、岸子くんがミュージシャンの岸子君がですねいろんな話で盛り上がって。うん 北海道の話できなかったか、ね、なかったんだけどあそういえば行ったの行きましたえあの特別ゲストスペシャルゲストは誰だったの HY の新田さんがあやっぱり HY だ三浦の HY かなと思ってたけど違う M つかないって言ってたもんね <laughs> 超楽しかったです <laughs> へえそっかいきなり参加めっちゃ DJ してていいね HY と仲いいっていうもんねはいしかもねうーん入道さんもめっちゃ楽しかったです

あのクラブナイトバーとクラブみたいなやつあそうなんってことある楽しいですよまあ本人がジャバーにいるんだはいで本人が DJ したりしますおおお酒も作るし DJ もやるし最近やっと顔を覚えてもらってできるやっとやっぱりねミュージシャンもねあのもうやめちゃうとただのねあの 大人ですね一人、うん、の大人だから、うん、僕たちからしたら生活するためにはやっぱ、うん、ダパンコは費用なので辛いって聞きま緊張しますねいつまあよくあっちこっちでちょこちょこ見たりはするけどね、はい、なんかダンスのイベントとか、はい、おいしそうお腹すいてるこれランチしか使えないんだよね一時間書いてるからですよね、うん あ、この時間までは大丈夫ってことなんだかもう、ね、そうかそうか、ランチしか使えない一回しか使えなかったはい、では10秒前ですね10秒前、はい ははいどうもこんばん,は、はい、こんばんはレッツ深呼吸をのお,お届けしてますけど、はい、えね、えー、なんちゅうかな、しょっぱにさ、うん、ちょっとお伝えしたいのが、この間、沖縄で震度5あったの知ってる、うんうん、えっ、ー、と、あれはどこだった、西<の>表,表のほうでね、あれをねあの、バカにしちゃいかんよ。分かってますよ、分かってますよ、あれね。 あんだけ強弱結構でかい揺れがあって被害がねあまなかったっていうのがちょっとすごいです、ね、まあこれはあのー、本当にラッキーだったと思うんだけど、うんまあ、津あのー、ま<だ>なぜねこれを甘く見てはいけないかって言ったら、うん、これこれこの番組でも言ったんじゃないかな前、うん、あのー、250年前にね、うん、約「明和の大地震」って言って。 えー、ギネスにも載ってるんだけど、えーまあ、1771年4月24日午前8時ごろマグニチュード7.4の大地震が起きたわけようん、うん、これもうあの辺ね、あのー、八重山たりで,あ<ー>でその時に、えー、8 5ー,ーの大津波が来て、はあ、これギネスに載ってるんだよね何年前、うん、?247 年前。 1771年うん、うん、4月24日であのー、こういう巨大地震大地震っていうのは、うん、大体200年から300年サイクルぐらいうん長くて400年サイクルぐらいで来るわけですうん、うん、でもうあれから名和の大地震から247年経ってるからあも,うもうそろそろ、うん、どでかい地震が来てもおかしくないわけ。うんだこいだの間の震度っっていうのはちょっと びっくりしてさあのしばらくは余震が続くって言ってたけどとりあえず今収まったかもしれないけど今後ある可能性十分あるからさ、まあ、沖縄だからっつってねあの地震津波がないっては限らないもう、はい、実際あのギネスに乗ってるわけだからさこれがねあの来ないことを祈って。 ねうん、あと被害がないことをねっもうこればっかりも自然現象だからもうね、あのー、避けようがないからね起きてしまったらね、うん、ただ、えー、起きてきた時に、ね、どう対処するかとかねうん、うん、その辺は、えー、東日本大震災とかその辺の、ね、教訓に備え方、ーまあ、っていうか起きてからの、ね、対応っていうのをちょっとね今から考えておかないといけないなと。 えということであのー、まあオープニングでもね、えー、あ裏トークで話したあの北海道、はい、北海道のねツアーの件をちょっと話したいんですけどねえっと2月の21日から、うん、あの福岡入りして、はい、で、えーまあ、福岡であのー、えっ、ー、とね面白い なうかショーパブみたいなのがあるわけはいはいはいショーパブ沖縄でいうとレイコって言ってオカマバーのああ聞いたことあるうん東京で言ったら金魚とかね有名なオカマショーがあるんだけどそれの西日本ではもうここナンバーワンって言われてるぐらいのあんみつ姫っていうところ行ってきたへーええまた名前がいいねあんみつ姫もうここもね老舗でねあんみつ姫有名なんだけど もうここの岡丸賞を見てね、えー、ゲラゲラ笑いながら、うん、あの博多の夜を楽しんでうん、うん、2> で、えー、2月22日新、うん、並びの日に、うんえー、北海道に飛びましたお昼の便でね、はい、で、えー、札幌に着いてであの、まあ、北海道のねあの知り合いがいたんで、うんえー、行く前から どっか惜しいとこあったら教えてくださいとかって LINE してたからさそれであの何店何店舗かね教えてもらったんだけど、うん、まあ行ってる日がね222324日はもう帰る日だから、うん、実質2223の、まあ、お昼とか夕飯とかっていう感じだから、うん、まあ食するのはもう回数限られてるじゃん、うん、まあ4回5回ぐらいじゃない。だからもう いろいろ紹介してもらったんだけどねもう何にするかなって僕ら4人で行ったんだけど人で男子4人で何食べるこれにするとかって言いながらね結局はここだけは絶対行ってくれって言われたところがあって北海道それがスープカレーのお店でねなんかフェイスブックってたねスープカレーのラマイっていうお店なんだけどラマイ。ラマイこれ チェーン店でいくつか何店舗かあるみたいな。チェーン店なんだ。うん。めちゃくちゃうまかった。へー。もうじ人生でね、うん、もうこんなおいしいの食べたことないっていうあのスカレー。ー北海道にしかないの？いやこのあのあのラマイは北海道に、うん、あのチェーン店があって。だけ。あでもねえっとね検索したらあれ東京にもあったと思う。 ただあの味が違うって言ってたからさっていうのはあの北海道の野菜をゴロゴロ入ってるんでそういうことかかぼちゃからもいろんなもうスープの中にねもうしみきあってもう野菜が入っててうん、うん、本当にもうなん,なんとも言えないあのうさうんいいなおいしそうやばい 近辺の方はねこのまあ、行ったことあると思うんですけどねうん、うん、北海道にこれから行かれる方でもあの札幌市内のね、えー、ぜひスープカレーのラマイ、えー、ローマ字で「RAMAI」っていうラマイっていうもう店の中もすごくあのエスニックな感じでね雰囲気ももとてもいい感じで普通に作ってるのは日本人の方 うんだと思うんだけどねもうこのスープの出汁がもう最高へえやばいないあのいろんなあのまあイスの量,量はもちろんだけど、うん、あのまあ辛さとかねいろんなトッピングとかいろんなのが選べてうん、うん、すごくこう楽しめるような内容だったねうん、うん、すごい満足でしたで、えー、それ以外にやっぱりあの北海道といえばジンギスカンだけどねうんうん、うん、いいね もう絶対ここがうまいからって紹介されたところが、うん、あの北の北が辛子っていうところ北唐辛子お店の名前が北唐辛子なんだけどここもねすごいあのもうあの癖なんか全然ないうんあいいねラムの癖が全くなくてもう本当にジューシーでね最高にうまかった、うん、あ癖ないのいいねた,ただ,だもう本当にめちゃくちゃあの紹介されて すごいお肉をたくさんいっぱい用意してたらしいんだけどスープカレーを食べに行ったその夜がジンギスカンだったからうん、うん、スープカレーあの行くのちょっと遅れてね、うん、えとお昼の1時半ぐらいだったのかな。でそれからだったからあの6時の予約を1時間もずらしたんだけどね7時の予約にずらしたんだけどまだ。 お腹はそんなに空いてなかったからさ、まあでもそれでも本当に美味しかった。ええい,いいな、もう、ね、やっとね、のねジンギスカン。いいな食べたい。めちゃうまだったね。まあね北海道って言えばもういろんな美味しいとこたくさんあるんだけどうん、食べ物は美味しいっていう印象があるからな北海道。うん、であのー、まあ城外市場とかね、よくあのー、ね。 観光で行ったら、うん、そこでお土産買うじゃん、カニとかね。うんうん、あ、田舎<の>にやばい。うん、カニ。うん、あの、いくらとかさ。うん,う,んうん。うん。その場外市場で、あのー。朝早く行ってさ、うん、あの、二十四日帰りのその日だったんだけど。うんうん、朝早く行って場外市場で、あの、僕ら、あの、東京とか行ったら、あの、築地とか、で、うん、築地の場外で。 あの朝食食べるわけようもう本当に新鮮で贅<沢>あの美味しいのたくさんあるからうん、うん、でそういう感覚であのー、まあ札幌のね昨日きの、あの場、ー、外市場行ったんだけどさ、うんあのー、買い物がてらねお土産買い物てはい、はい、だけどもうめちゃくちゃ高いわけどこ行ってもうん高いもう、うん、もうん、あのー、とか海鮮丼 えー、2,800円高っ3000円くらいとかいやもう普通ちょっといいのだったら4,000円ぐらいとかマジ高いじゃん高い高いねえ、うん、もう三4 0 0 0円だったら沖縄ではもうどんなあの豪華なステーキ料理食えるからうん、うん、くら寿司生さら食えるからっていうね <laughs> だからさあちあちあちいろいろもあったんだけど、うん、高いなと思ってうん、うん、あのー、なんか観光客の足元見てるなみたいなね感じがあったから、うん でほっと見たら近くにすき家があったわけよ。ウケるんだけど <laughs> ちょっっと待ってよ <laughs> 北海道でよここは <laughs> いやいやあのねすき家と、うんあのー、くら寿司があったわけさ。でくら寿司だったらもう,もう新鮮なものを周りでたくさんた取れるから、うん、うまいだろう絶対くら寿司行こうと思ったんだけど。うんうん あの時間帯がさ合わなくてまだ空いてなかったわけよ。朝早かったから。でスキーは空いてたからスキーで四人。なんか嫌だ。いやいやめちゃ向かった。これでよかったなと思ってすごいあの満足したんだけどね。でえっと上下市場をね買い物みたいな感じでこう回ってたらあのこれ味してみてよって必ず来るわけ。焼きガニとかねいろんなの。 もう味見だけでいい感じで味わってまあ味見しに行ったんだじゃあお土産買った人もいたからな別にただで味見だけして帰ったわけじゃないからびっくりしたそれで朝ごはん済ませようとしてんのかなと思っていやもう朝ごはんも好きやで十分めっちゃ満足しただったんだけどまあそんな感じでまあでも今回の北海道の一番の目的は あのスノーモービルそそそうそうそう,そうだよねスノーモーモビル最高あの前回このメンバーで行った時に、うん、あの札幌国際スキー場っていうあの、えー、札幌市内から40分ぐらいかな、うん、で割と近い距離のところにあのスキー場があって、うん、でそこでスキーしてその帰りにスノーモービルをやったわけよ、うん、前回は。うん だけどスキーした後にスノーモービルだったから、うん、もうみんなへとへとで疲れ当ててものすごいあの疲労感があったわけさ、うん、だけどスノーモービルは楽しいなと思ってたからはい、はい、今度行く時はスキーはやめて、うん、スノーモービルをオ,オンリーで1日楽しもうって思ってたからさそれで、えー、事前に予約して、えー、オークウッドスノーモービル場っていうところね、うんえー、予約して、うん、行って。 四十あ一1時間コースか60分コースをね分たっぷり堪能したんだけどへ<ー>もう最高だったねいいなもうあのもう人生の中で乗らなくていいやと思うぐらい乗ったうん、うん、<laughs> もう行かないもう別に選んでいい <laughs> ああもうあの本当に十分満足一生分楽しんだ一生分楽しんだへえいいな、うん、だってさあのこのののメンバーっていうのはうん、うん、あの 幼馴染で、うんえー、もう56歳ぐらいからの付き合いなわけよみんな。モアイって分からない人もいるけどね沖縄のね、ー、の本当に56歳からの幼なじみで、うん、今、あのー、54歳なわけよみんなねうん、うん、だから年取っていけばいくほど、うんあのー、できないことがあるじゃん。 出てくるじゃない。年齢が重ねていけばさ、うんうん、あの何ていうの、アドベンチャー、ね、このチャレン、体力的なこともあって、うんうん、もうだんだんできなくなることが多くなるでしょ。うん、だからあのー、そういう意味でね、まだできるところはチャレンジしようっていうメンバーなわけよ。ほーあ、そうそういうメンバーなんだ、うん。だから富士山もまだ登れるから、うんうん、えー、富士山は。 登っておきたいなとか。うん、上ったことある？ないない。まだあじゃこれから？そうそう。年年齢重ねていけばできなるできなくなることが出てくるでしょ。だからあのそうなる前にやっとこうっていう。だからあの去年のね九月十月のあの二日間の USJ。あれね。ジェットコースター乗りまくりっていうのもあれ年取ったらできないよ多分。 本当はっちゃけてましたよねこれも最高だっただからああいうジェットコースターとかも一生乗らなくていいでもバンジージャンプとかスカイダイビングはやってみたいバンジーもまだまだできる年齢ではあるからそういうところをね楽しみたいなと思ってこの間のこのスノーモービルがね当にあにもう最高だったんだけど。 これはもう体験した人じゃないと分かんないかもしれないけどさもう北海道の雪質自体がこのパウダースノーもうふわふわな雪なわけよ。で僕らが行くちょっと前にもすごいドカ雪降ってたから、うん、あの新雪の雪ってね、うん、本当に。 ーってもう体も体埋まるぐらいのあれでしょ、うん、だからスノーモービルでもあの、うん、だだっぴよいところにこの新雪が降ってるから危ないわけよこのバイク自体バーって埋まっちゃうわけ下手したら、うん、下手なところ行っちゃうと、うん、見えなくなくっちゃうね、うん、だからあの最初はインストラクターっていうかその先導のそこのコースの人がいて「うん、この後ろをついてきてくださいよ必ず」って言ってで その,なんちゅうの輪だちを追っかけていくわけよ、うん、一列になってそれからはみ出ないでくださいよって注意されてたわけだけど本当コースが広くてさ、うん、でうーんってこう走ってるんだけどずっと走ってたらスピードに俺は満足できなくなっちゃって、うん、いるんだよね俺一番後ろだったんだけど <laughs>、うん、もうちょっとスピード出せよと思いながらさうん、うん、後ろからこう ついてたんだけど、うん、なんかイライラしちゃってよまあ、あーと思って、うん、ちょっとはみ出たりとかしてたわけそしたら「おなんでいけるんじゃんちょっとはみ出てもう」と思ってたらさ、うん、で後半調子こいちゃって、うん、<laughs> 大きくは得<意>大きくはみ出たら、うん、本当にもうあのすごいなんかあの溝みたいなところにばばばばってはまっていってさ<ー>でもアクセル吹かせても吹かせば吹かすほど埋まっていくわけ埋まっていくんだもん,どん、うん やばいと思ってそしたらもうあの、えー、そこのスタッフが前と後ろにいるんだけど後ろの人が助けに来たんだけど、うん、あもうこれしばらくこれ出せないから、うん、僕のバイクに乗ってあ後ついていってくださいっつって結局その人残して俺またついていって行ったんだけどさあ後であの、ね、ちゃんと追っかけてきてたけどさ、うん まあそんなことも、まあ、ハプニングもね楽しみながらやったけど、うん、であとはあの広いところでこのコースのこの部分はあのもう自由にどれだけスピード出しても自由に乗っていいですよっていう後半ねうん、うん、そういうところがあったわけ、うん、そこで10分15分ぐらいもう本当にぶわーってぶっ飛ばしながら乗ったんだけどこれ一人だよね一人乗りもちろん。これ<ー> どういうところでやってるかって言ったらさもともと夏場はゴルフ場のところでやるわけよ。そうなんだ冬場ってゴルフ場もうクローズになるわけさもう雪が積もってるからゴルフできないじゃやる人いない。もんねでゴルフ場のスタッフも冬の間はこういったスノーモーモビルのスタッフとして半分か3分の1ぐらい残るわけ。 であの春になって雪が解けたらうん、うん、またあのゴルフ場のキャディーさんスタッフとして戻ってくるっていう、うん、そういう<ー>だからうまくあの冬と夏とね、うん、場所結構ねねちゃんんんと活用しててるんだだ、ねうん、使い分けてるんだよ、ねまあ、その辺の,あの、まあ、北海道ならではのねうん、うん、雪国、まあ、ならではのね太鼓、うんえー、さんのもう多分あそうだそうだっていうあるあるがあると思うんですけどその辺も。 踏まえてね、うん、後半ちょっと話してみたいと思いますんで人生送りバントさんもこんばんはあこんばんはいった CM どうぞ<っ>よく来るじゃん人生送りバントさんはめましてじゃないですよ <laughs>、うん、そうですかないやでもねあのー、山形の大吾さんはもう本当に あのね、雪降りの人って大変だなって本当に思ったつくづく逆に観光客とかだからこのスノーモービルとかやるのかな、うん、地元の人たちはや,ったりやりたいと思ってやりに行ったりするのかなもういると思うよああまあねゴ、うん、ルフ場あるしやってるぐらい、ね、あんなに楽しいのにさそう 沖縄でいうジェットスキーみたいな感じなんですかそうそうそう海のジェットスキーみたいなありがとう黄色い星かわいいやさあざすあコイン大丈夫はい今日はあ本当？最初さっきの番組の延長でああよかったそっかそっかそっか入った時に確認したあ今日モナがいるラッキーって感じありがとうございますあ結構恩恵受けてるね あ、キャンさんいたんですね、こん,んこんばんはって。こんばんは。<laughs> すごいね、人気者だね。覚えられてんだ。<laughs> あ、ありがとうございます。あ声で分かったんだね。あ、みたいです。あ<ー>こ、声で分かっていただけるように。はい、でもキャンさんってまで言われてるから。あ,<ー>あ、仲良しなのでって。はい、ありがとうございます。<笑><笑>え、わかるの。あ、僕の番組にも来ていただける。じ、十分です。あ,あ。すごい、ありがとうございます。 レッツ・深ン吸今晩こんばんのゲストはいませんので先月のね北海道旅行の話をねき今日はやってるんですけど陸さんのたまりたまった話ねいやでもね雪国の人たちのこの1年のこのルーティンっていうかあれがね本当に大変だなと思った1年のルーティンこの雪が降り積もってて そういう時はあのできない仕事がいっぱいあるわけよ。例えば農作業とかね。あの沖縄だったら雨雨降ったぐらいでね、あのまあ今日は土砂降りだから外でない子とかってあるかもしれないけど、もうあのあ高松真理さんこんばんは。ありがとうございます。それどころじゃないからね雪は。もう雪が降ってたらもう仕事にならない。 のがたくさんあって、うん、でその、あのー、夏場しご仕事してた人たちは、うん、じゃあ冬場どうしてんのかなっていうところで,うん、うん、で今回のそのゴルフ場を使った、うん、このスノーモービルのねまあレジャー案内というかさ、うん、あれはなるほどなと思ったね。こ、うん、このののゴゴルル、ね、ルフフ場場がこのスノーモービルの バイクもねうん、うん、もねう所有してて、うん、で冬になったら出してきて、うん、で夏場ゴルフの,あの芝,芝を、ね、調整するスタッフが駅まで送迎に来たりとかね、うん、もうそれ冬の冬の役割と夏場の役割があるわけさこれすごいなと思ってさちゃんと駅まで迎えに来て、うん、マイクロバスとかあのね 小型ワゴンでで、着いたら、えー、一緒あのレンタルウェアとかねうん、うん、そういったのをあの手配してくれる人がいたりヘルメットゴーグル全部用意されてて、うん、で案内する人がいたりとか、うん、こうお互いがこう。あの なんていうの役割をね、うん、夏場と冬場の役割をしながらやってんだけど<ー>でもでもキャディーさんとかほとんどの人が、うん、一旦あの仕事をクビみたいな形するらしいんだよゴルフ場があそうなんだそうしないと失業保険もらえないからへー、うん、冬の間って長いじゃないその間も失業保険で、うん、あの 生活ができるようになってて、でまたゴルフができるシーズンになってきたら、また採用するわけ、うん、新たに。はあ<ー>。そういう人たちもいるわけさ。だからうまくこのあのこういった失業保険もうまく使って、うん、この北海道とかね雪降の人たちっていうのは、あの冬場仕事できないところはそういうあのアイデアでっていうかさうん、うん、工夫して。 あの生活営みがあるんだな、ね、と思ってさ、ちゃんと考えられてんだね。うん。すごいだからあの僕らが普段気づかないことがね、うん、ここではあったりさ。うん,うんうんうん。う逆にあの冬になったら仕事が忙しくなる人たちもいるわけよ。冬になったら？うん。だから雪が降る。ああ、そっかそっか。あの除雪車とかね。この雪が積もったところのその雪を あのトラックに運んで、うん、トラックは川沿いに捨てに行くわけよ雪をその仕事は冬にいっぱいあるじゃんもうどかどか降ってくるから、うん、<laughs> これをお忙し、ね、トラックに乗せてあの川沿いまで捨てに行くわけさ雪を。 土とか砂がこう降ってきてあの土砂がたまるようなもんだからさ。<laughs> で溶けないしそのまま残っと今月末とか3月末4月ぐらいからだんだん溶け始めてくるみたいだけどうんうん、ね、それまでは道端に残ってるわけよは<ー>、うん、それ以外それでもドカ雪降った時はトラックに積んで川沿いに捨てに。 行ってはいるんだよだか,らからね、うん、本当にもう季節労働ね高松丸さんこういう,うん、うん、確かにもうその季節ごとのねあの仕事っていうのを、えー、極端にやっぱり北海道とかそういうのあるんだなと思ってさうんうん、うん、北海道は夏休みより冬休みの方が長いの人生送りバントさんが言ってるもうそうなるんじゃないのやっぱりあ、まあ、そううだろうねねいやーでも、ね まさしく沖縄とね、うん、正反対っていうかね,うだ,ねだから沖縄では考えられないような、うん、そのあの生活、うん、アンビリバボーだよね送ってるわけよねうん想像できないな想像つかないでしょ、うん、でもずっとそれを何十年もやって生きてきてるわけだから冬になったらこれをするとか、うん、あれができないからじゃあこの仕事をするとかっていう,ような、うん そういういのをやってきてきるんだよねこれ沖縄でやろうと思ったらどう考えられるできなる考えられない考えられんよね、うん、一つの仕事をずっとあの年中やるっていうことじゃん、ね、普通は、うん、それができない地域ではうんいろんな工夫がされてるなっていうことをすごく感じたそうだね、うん とにかく寒いしね体を動かすのも大変だし、うん、まあ僕らはもうあのただ3日間、ね、あ雪,雪も降ったし、うん、あすごい楽しいなっていう感じだったけど、うん、そこで生活している人はそういう、ね、北海道でおいしいもの ねもうね、たくさんまた食べてきたんだけど、はい、あの美味しいものといえばこれ番組でも前にあの紹介したと思うんですけど、ね、力さん得意の,あのランチマップっていうのがあって3月1日から発売されてるから3月4月5月、えー、3ヶ月間かな、うん、3ヶ月間の,あの地域各地域ごとの えーまあ、これは一冊は北谷、えー、沖縄市北中城村うるま市ということで、うん、113軒のランチマップとかあと那覇エリアだったら新都心首里浦添とか、ね、109軒のランチマップっていってうん、うん、これ一冊1000円で売ってるんですけど、うんあのー、ランチがね、まあ、700円800円900円ぐらいするランチが500円ワンコインで食べれるとかね こういうのがたくさん載っててそうそうそう見てたらさっき1,080円のものが500円とか、うん、ねあるでしょお得なものはいっぱいあって、うん、だってこれ1,000円で1冊買ったら、うん、あのもう23回行ったら元取れるぐらいで結構ね豊富だから見るのも楽しい3か月間使えるしねうん、うん、でまあ,あのずっと同じとこ行けるかったらそうじゃなくて 1>,、うんえー、1箇所につき3回までが 使えるようになっててこれってさやっぱあれだよね一、うん、人が持ってたらその人しか使えないんだよね二人でいったらこれいやだから一冊ずつ持っていかないとねやっぱそうだよね、うん、うんうん、うん、そうそうそうで。 一箇所であの3回利用が可能っていう、うん、これとってもおすすめ本当に面白いよいお金人生これえたさジャパネット機能んじゃないんですけど <laughs> これはあの情報としてね絶対あの知らない人も結構いるみたいでだって俺が言うまで地域は知らんかったでしょこれ知らんかったくやないけど、ねうん、すごかったからね、うん、1>, 1日にこれね本当にあの 1>, 1日から発売してるけどもう数日で完売するところがあったりとかあまりこの日にちが、まあ、在庫があったとしてもねあの3月1日から5月31日までの期限だから4月に買ったら損するみたいな感じするじゃん5月に買ってはましては1か月しか使えないから損するじゃん、うん、だからあの月頭で買って、うん、あの目いっぱいフルで5月末まで、うん、使い次出るのは6月1日か 1> そうそうそう。 もう6月1日あのカレンダースケジュールに、うん、あのランチマップ購入って書いたらもう受ける <laughs> どんだけ可愛いの <laughs> いやいやこれねバカにならないんだよ本当にうんわかるわかる、うんうん、見てね思ったもん、うん、あこれいいなっていい考えだよそ<あ>当にそうでなぜギノワンの俺買ってないか ねえだからあれギノワンのがないと思って地元ギノワンはね知り合いのお店がたくさん載ってたわけああこういうの使うなといや使いたくないじゃん友達の店に行ってさランチマップって通ってたらせこっとわれそうだっんでかわいいさいやんかね嫌でさギノワンの見たら割と知り合いのとこいっぱいあるわけようんコルネのやつとかああもうたくさん載ってるわけあこれはギノワンのは買えないなってだたらなかったのかな なんでかなと思って一番肝心なものがないなちゃんと訳があるんだよそういうことねまあねうちのねスポンサーさんのオレンジブームさんはまたそれ以上にねめっちゃランチが半端じゃないうまいローストビーフ丼幻のローストビーフ丼食べに行った美味しかったあれ半端じゃないよねドレッシングも買っちゃいましたね <laughs> あれ本本当ににうまいアドレッシング買買買買買っっっっっった買ったたたたよ、えー、何使ってんのあれあれれは自分もローストビーフが美味しかったから、うん、ローストビーフにかけたりあの豆腐にもかけた美味しかったでお肉料理とかには合うやっぱりあれは何が元になってるんだっけトマトと、まあ、オリーブオイルと生姜う,うんトマトジンジャーソースだからね<ー>結構肉料理に使ってるかなオリジナルなんだねうん美味しい 本当、ね、お腹すいてきたね本当にあのねほんあのー、オープニングで話したんだけど、うん、こちょうど1か月で7キロ燃やしたからねあの今日もね本当にもうお腹すいてて、うん、あの番組始まる前からもうめちゃくちゃお腹すいてんだけど、うん、<laughs> 食事気をつけてるってどんなことに気をつけてるのああののねだ今日も実はそれ やってきてきから番組に来たんだけど番組でも、ね、話したからあれなんだけどホットヨガのラバ,ラバさん全国にある北海道にもあったからね、うん、ホットヨガのラバさんは大体いい女性限定なんだけど、うん、男性でも行けるところが近くにあって、うん、本当にもう。 あったかい中でものすごい汗かいてヨガのポーズとかするわけでそれで1か月で7キロ痩せたんだけどでその今日もやってきたんだけどやった後の23時間は食事に気をつけないといけないわけ23時間やった後のねものすごい胃腸がもう吸収しやすいん吸収するわん。だからここでカツ丼とかこんなの食べちゃうとダメだよあそういうことね 酵素とかねうん、うん、そういったのを言うわけヨーグルトと時間後だったらいいいのじゃんいやまあ23時間後でも一緒だからお腹ずずっと空いた状態だからうん、うん、吸収がすごいわけ特に 2, 2時間以内とかはって言われてるけどうう、ね、だから徐々にあの野菜とか果物を中心とか、うん、そのヨーグルトとかね酵素とか、うん、そういったのをとってから普通の食事っていうかうん、うん、でも普通の食事ももう食べなくなってか。 脂っこいのとか、うん、あの重たいのとか、うん、炭水化物もちょっと控えるようになったねうん一応食べたいって思うのいやそれもねちょっと薄れてきてるへえ<ー>まあ今ちょっと頑張って緊張感があるから、うん、かもしれないけどね確かに一応前もねダイエット始めた時に同じこと言ってたなっていう感覚はあるな <laughs> <laughs> 人生を送りバントさんはねそろそろプロ野球開幕 プロ野球選手じゃないんだけどさ <laughs> あの一応ねこれだけ軽くなると、うん、本当に体調がいいっていうの分かるからうん、うん、だってもうなんかトークも軽やかだよ前と比べて<当>、うん、あまり噛んでないし <laughs> だから <laughs> 口の中が甘いていすかね口内,ね、うん、口内の,あのお肉が減ったみたいで <laughs> そういろんなだからあのいい ことがあるねあ、高松マ理さん気づかなかったって本当。まあこれからね、もっと多分分かってくる7キロやしたって、7キロすごいよねいやもう本当にね、ベルトの位置も全然違うさへー、穴の位置ほらほらと言うと、どれぐらいのか色でわかるでしょあ、本当だしかも徐々に、徐々にだねあと穴が一個しかないナイスだねすごいね、これ楽しいでしょ、今 楽しみは楽しみだけどねいいねいやいやいやまあねとにかく続けていきたいなとっねホットヨガやろうかなちょっと気になるなマジでじゃあとりあえず僕の目標は2月からスタートしたでしょで8月までに8月の僕の誕生日までに8 8キロまで落としたいわけはあ 88? 1、えー、0 5ったからね今 97. 何キロぐらい来てるから、うん、まあ順調にね来てるんだけど、うん、でもいやでも最初最初はもう落ちやすいのか、うん、落ちやすいから、うん、7キロも 1, 1ヶ月落ちたと思うんだけどこれからは、うん、多分2キロ3キロとかねあるいは1キロっていう形で、うん、徐々に。 落ちていくと思うんだけど高松マリーさん栄養士としてはあまり短期間に痩せない方がいいです。栄養士なのねあ、まあ短期間に、うんあのー、痩せるとねリバウンドとかいろいろあるっていう。うんうん、だからその食事とかもすごく何、あのー、て言うかな指導を受けてて酵素関係酵素はいいって言われてうん、うん、酵素を取るようにしてる。 うーんヨーグルトと酵素混ぜたりとかねあなんかあれいい,いいって聞くよねえっ、ー、とヨーグルト玉ねぎ玉ねぎヨーグルトんなんかあれめっちゃいいみたいだよちょっと調べてみて玉ねぎヨーグルトそうそうそうヨーグルトに玉ねぎ、うん、玉ねぎスライスして、うん、これをまあちょっと臭み取るためにひとちょっと置いて、うん、その置いたものをヨーグルトと無塩のヨーグルトと混ぜて、うん、ちょっと塩入れてこれを一晩置いて。 まあそのまま食べてもいいしドレッシングとして使ってもいいしみたいなうん激まずっていう人もいればチーズみたいで美味しいっていう人もいるなんか玉ねぎとヨーグルトってでもこの組み合わせがかなり体にいいみたいあと痩せるみたいふ、まあ、普段から俺玉ねぎはよく食べるけどね,ね玉ねぎは大好きなんだけど、うん、この組み合わせちょ,ちょっとやってみようかなと思ってる、うん、食べてみたい逆になんかお 人生送りバントさん「エイサーやりましょう」って僕エイサー実はやってたんだよね中学高校大学まであいそう大太鼓じゃない普通のあの中太鼓パランクでもない普通のあの中太鼓っていうのかな太鼓あれをずっとやっててうん。<coughs> あれはねあれはおいしいけどあけたるからね衣がねちょっとねでも玉ねぎはもう俺切らさずずっとあるからねうまいよね玉ねぎやばい生でもうまいしあれあれね辛いじゃない玉ねぎってだけど辛みを何てゅうかな辛みを なくすためっていうか、うん、あまり感じない方法があるわけ。これあのえっ、ー、と玉ねぎそのまんま冷蔵庫に冷やしておくか、うんうん、もしくはあの薄くスライスして、うん、スライスして、うん、タッパーかなんか入れて、うん、あの冷蔵庫にとにかく冷やしておくわけ。でも冷蔵庫臭くならない？うん、あの玉ねぎの匂いあのするけど、めっちゃするよね。もうもう慣れた。 もう慣慣れれれのののかかかあななななないいと今くるこれ冷やしてあ後で食べたらもう本当にサラダみたいに普通にドレッシングかけて食べれるからいいな食べたいうまいよね本当にやばい今日はスライスだな玉ねぎはもう普段からよく食べてるからね血液サラサラはい今度そのドレッシング買ってね玉ねぎスライスにいいかもいいかもうまいと思う もう最近ハマってるのが、うん、その北海道の,あの大豆でできたこの納豆に納豆パック3つとか4つセットになって売られてるじゃん,うん、うん、最近ハマってるのはこの3つ入りのやつで、うん、タレが2個ついてるのがあるわけ<ー>あの昆布だれみたいなねそれをあの納豆もあの タレをかける入れる前に混ぜてタレ入れたら美味しいっていうじゃんそれを2つ混ぜての玉ねぎをほ本当に細かくみじん切りにしてこれに混ぜるわけ玉ねぎを混ぜてさっき言ったようにスライスして冷蔵庫に入れてた玉ねぎを出してそれを細かく刻んでその納豆に混ぜて。で 俺が好みのドレッシングをちょこっとまたかけるわけこれでめちゃうまいやばいうまそうガリシャ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 リってシ <laughs> ャリシャリがそれにそれうまそうだねうまいこれねちょっとはまってる今あっ何淡路島の玉ねぎどうでっかああね美味しいっていうもんね、うん、食べてみたいだけどあのー 八百屋さんに買いに行ったらさ、うんうん、もう北海道玉ねぎしか売ってないないよね今ね。そうだよね、ほとんど北海道だよね。そう、あわし今、ま、美味しいっていうね。確かに。なあ、うん、食べたくなってきた。ああ、もっとにね、こんなお腹空いてるのにもうなんか食べ物の話ばっかりするから、養鶏、ね、グーググになって、<laughs> ランチマップは時間過ぎてるし、はい、これは昼間しかつけないし。いましてまで我慢して。ね、まあいや今日のねあの帰ったら、うん、えっとそのオニオンスライスと。うん 紅豚。えーベニブタ ニブタアグーの生ハム買ってきたからさあいいなやばいっすこれオリーブオイルかけてちょっと帰りにシャンパン買ってからさ今日はそれで今日それでちょっと食べようかなと思ってということで皆さんもねそういうふうに工夫して食べてみてくださいね送おくりバントさんもたくまつまりさんもありがとうございますということでねもう残り少ないんですけどまたね 来週お会いしましまょうね、えー、レッツ深呼吸この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーターブライダルリングのムクベルトータルビューティーサロンエムグレイスベイサイドキッチンオレンジブーム癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールドの提供でお送りいたしました。 また来週お届けしますけど本日のおさらいグルメマップホットヨガヨーグルトオニオンスライスぶち込むドレッシングいいねいいよよくできてるよくできました送りバントさんよくできましたということで今日は生ハムとオニオンスライスいいねもう食べたいワシュワで今日はいっちゃっていきましょうね まあなんとか来週もね一キロをしているように頑張りたいと思います。今回頑張らんとちゃんと。はい。ということで皆さんもねあの風邪ひかずにまあえっとインフルエンザはちょっとね落ち着いてきてみたいんですけどあのまだ気温差のねあれが激しいんで体調に気をつけてねまたお会いしたいと思います。来週またお届けします。それでは皆さんごきげんよう。はい、ありがとう。バイバイ。

コンチマリーさんもね栄養士だったんだね。ねありがとうございます。ねいろいろちょっとね本当に沖縄町来てくださいよ。さっきエンダー食べたくなってきたって言ってたからエンダーぐらい奢りますよ。来てくれたら。<laughs> エンダーね。うん。でも本当に最近だからそういうジャンクフード食べてないからさ。あだ食べてないんだ。たまに食べたらめっちゃうまいんだよ。うん,うん。いいなでもなんか楽しいでしょこの自分の変化とか今。 あのこの我慢してるあれがねなんかいいよねでこの飲み会があるじゃん、はい、飲み会はあるわけよだから予定を。うん、今週土曜日の10日とかもねうん、うん、でそのとそういう時にもうがっつり行くわけうんうん、うん、あ、食べるんだ食べるよそういう時はそういう時食べるうん、うん、だけど炭水化物とかちょっとあのね体にこうの 悪そうななものはあうん、うん、食べいううい時にこの玉ねぎヨーグルト、うん、食べたらいいらしいよ一緒にとか、うん、味噌汁にちょっと入れたりとかう玉ねぎヨーグルトはちょっとテイクあるなでもちょっと気にならないなんか納豆に入れて食べるとかさそれはもういやそれ間違ってないいいやや ちょっと調べてみてこれ本当に。玉ねぎヨーグルト。マジだから本当にちょっと調べてみて。セイミーも調べてよ。嘘じゃないよ。まあね次回までに玉ねぎヨーグルトねちょっと見てみて。あ出しほらレシピ出しちゃってますね。レシピもあります。玉ねぎヨーグルトの作り方。レシピ待ってたでしょ。はい。あ本当だ。玉ねぎヨーグルト。ほら特製フットサンスレッドで話題のダイエットメニュー紹介されてたんだ。 みたいですよ、えー、ほら腸の働きを活発にする代謝を上げる脂肪の吸収を抑える脂肪を抑えるほらね腸の働きを活発代謝を上げるちょっと気になるでしょいやいや俺も玉ねぎのスライスは冷蔵庫にいつもあるしうん、うん、ヨーグルトもいつも買ってるからうん、うん、それつけるだけだも、ね、んじゃんそうそうそうでも無縁のでもこれあれが入ってるのに乳酸菌が入ってくるのじゃないといけないから。 結構売ってるヨーグルトって乳酸菌が入ってないのも多いらしい、ね、あそうなんだそうそうビヒダスは入ってるでも意外とブルガリアヨーグルトは入ってないらしいあ乳酸菌が入ってるやつそうそう乳酸菌とこの玉ねぎの何かが合わさることでいいみたい、うん、30分でいいんだつければほんだ一晩と前見たよ,、ね、ような気がしかけどうん玉ねぎも酵素系の野菜なのでねっこれちょっとやってみようリクさんあ よし。ね、帰りに、速攻。ユニオン行って買おう、顔、ね。それから、<laughs> めぐ、めぐみ。はい。また、続いてるかな、皆さん。<あ>さようなら。さようなら、ならありがとうございます。バイバイ。